3月末で惜しまれながら屋台での営業を終えた人気店が今日再出発の日を迎えました生中継でお伝えします田村さん、高知市のグリーンロードですこの場所にはおよそ1ヶ月前まで複数の屋台がありましたが今はご覧のように何もなく寂しい光景となってしまっています市の要請によりこの場所での屋台の営業はできなくなってしまいました えそしてこのグリーンロードで30年以上営業していた名物屋台まっちゃんが今日店舗での新たなスタートを切りますそしてこの場所から5分ほど行った場所に新しい店舗がありますでは早速行ってみたいと思いますそして、えー、この後中継でさらに詳しくご紹介します